きな拍手でお迎えください。吉田大八監督、宮沢りえさん、島津俊介さんです。どうぞ。皆さんこんにちは、この神の月、一般のお客様に見ていただくのは本当今日が最初の日ということで、なんだろう、武者震いをしてます。はい、よろしくお願いします。続きまして宮沢りえさん、お願いいたします。こんにちは、今日はいらしていただいてありがとうございます。なんかいつも自分が見ている客席の反対側というのはやっぱり興奮しますし、ドキドキしますし、今日初めて一般の方に広めをするということで、この主人公梅沢里香という役をやる、演じるって覚悟を決めてから今日という日まではなんか世界3周ぐらいマラソンしてここにたどり着いた、初日が、ゴールだとすると、今やっとそのゴールが見えて、こう歓声が聞こえ始めてくる、ちょうどクライマックスだなという気持ちです。そうですね、見ていただいた方がどんな感想を言ってくださるのか、すごく怖いし、でも一生懸命本当に妥協せず作った、作ったって言ったら監督にせいねごめんなさい、携わった作品なので、自信を持ってお届けしたいと思います。ごゆっくりご覧ください。ありがとうございます。続きまして池松さん、お願いいたします。池松です。今日は本当にありがとうございます。そうですね、こうやって公開前に見てもらうっていうのはすごく緊張することなんですけど、しかもこうやって映画祭の場で間口が広がって、とてもどうなるのかなとワクワクしてます。好きなように騒いでもらうなり、応援してもらうなり、応援してください。よろしくお願いします。なんといっても宮沢さん、はい、本作が7年ぶりの主演作ということで、はい、どのようなお気持ちで臨まれたんでしょうか。そうですね、脚本をいただいて、こう梅沢里香という役を初めてこう自分で目の当たり、文字を通して目の当たりにした時に、今まで自分が生きてきて、多少なりともこうモデルみたいな人がこういたりするんですけども、初めてそのモデルが私の中には見当たらず、こんな危険な道を進む女は初めてだったので、演じきれるのかどうかっていう不安がやっぱりすごく大きかったですけど、でも吉田大八監督とこうまだ最初はこうちょっと手探りな状態から始まって、こう徐々に池松さんとのこう共演も含めて、里香という役がこう輪郭を帯びてきた、そしてもう最終的にはものすごい熱を帯びた、里香という役が出来上がっていたので、良かったなと思います。ヒロインが、映画ご覧になる前ですからあまり言えませんが、ヒロインが、一つ落ちていくきっかけとなる、重要な役割を池松さんが担っていらっしゃるわけですけれども、池松さん、宮沢りえさんとの共演はいかがでしたか。そうですね、撮影期間1ヶ月ちょっとの間で、そのりえさんの、10% も分かったつもりはないんですけど、でしょう、この仕事をやってればたくさんの女優さんに出会いますし、そんな中でこれだけ身も心も作品にこう、もうこの人どうなってもいいんだなっていう思ったというか、そういう人を初めて見ました。最後に監督、
宮沢さんと池松さんに対する、まあ、印象といいますか、映画を作ってみた彼らの印象を教えてください。はい、この映画をまずその宮沢りえさんにやっていただくというところから、スタートしたんですけれども、宮沢さんは、この話はこれから見ていただくんですけれど、すごくその、ある意味すごく、逃げる女性の話なんですけどね、逃げながらある大きなものに立ち向かっていくっていう、ところで、その中で大きなものに立ち向かいながら、でもものすごくその繊細な心の揺れをね、彼女が抱え持って、進んでいくっていう、そういう話かなと思って、そういう意味ではもうその大きなものに立ち向かう時の、ダイナミックな、スケールの大きい表現と、ものすごい繊細なね、ミリ単位の表現がもう本当に同時に、毎日その撮影しながらもう奇跡が起きるっていうぐらいの、実感を持ちながら撮影できたっていう意味ではすごく、宮沢さんと仕事したのはその貴重な経験だったし、それをこぼさずにフィルムにね、フィルムじゃないや、映画に込めた、自信はあるので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。で、池松君は、その宮沢さんのね、新しい表情を引き出す、役割として、僕彼とは2回目ですけど、仕事がもう自信を持って呼んで、もう本当にその仕事をきっちりやってくれたっていうのはやっぱ感謝してます。はい、ありがとうございます。それではここからフォトセッションに入りたいと思いますので、ご準備の方をお願いいたします。